高校生たちが SDGs 持続可能な社会の実現を目指して化粧品のパッケージ作りに取り組みました。 SDGs の言葉しか浸透していない感じで行動まだできない人が多いと思うので、そういう人にもなんか行動したいなって思ってもらえるようになったらいいなと思います。パッケージには男性が積極的に子育てに参加する姿のほか、多様な人種や背景を持つ人が生き生きと生活する様子が描かれています。制作にあたった横浜市の私立桐蔭学園高校の1年生20人は、貧困や不平等の撲滅など国連が掲げる SDGs 持続可能な社会の実現に向けて意見を出し合い、半年かけて完成させました。講座を企画したファンケルは、このパッケージを使った商品を直営店などで数量限定で販売しています。